皆さん、こんにちは。しおりみちゃんのロシホーです。はい、ということで、今回はですね、鬼滅グッズを地方に並べたので紹介します。と言っても、なんで並べたかっていうと、鬼滅グッズをね、腹筋で買ってきたこのファイルに詰めたくてですね、はい、それで一回全部出しました。はい、で、出したら、こんな感じになりました。どうぞ。これをね、こちらのファイルにファイリングしていきたいと思います。はい、シェリアすごいんですよ。シェリアさん、すっごいね、グッズ収納とかすっごい売ってるんですよ。でね、それでね、ちゃんとプリパラみたいな感じじゃない。リフィルだね、懐かしいね。懐かしいよね、ママがよくカッターで切ってさ、あ、作ったね、懐かしいと思って。確かにこれがね、いっぱいあります。うん、うん、まあ適当にね、ちょっとチョイスしてきたので、はい、まあ、これにしまっていく形かな。そうですね、まあ、グッズによってはね、もちろんしまえないのがあるので、しまえるものだけ。もうマジプリバラ、これだけ見るとはい、はい、じゃあ今回はちょっとせっかく鬼滅グッズを並べたので、ちょっと紹介の動画になっちゃいそうですね。で、次回この、はい、ね、あ、次回さっきのファイルに片付けていくっていう感じですね。はい、はい、2本ですね。2本になりましたね、この動画は。まあね、ざっとこうやって見るんですけど、まあでもちょっとここの中にね、入ってない今もう使っちゃってるクリアファイルとか、学校でね、学校で使ってません、はい、あ、学校じゃない、家でなんか入れてる感じで使ってるものとか、あとなんだっけ、この前温泉でもらったタオルっていうの、手ぬぐいっていうのは、それもちょっと今ここにね、入ってないんですけど、うん、あとね、ちょっと皆さんからだいぶご指摘を受ける非公式のもの、うん、あー、はい、はい、それもちょっと、まあ、ところどころね、交えてるっていうか、うん、もう分かります。あれもそうだし、はい、あれもそうだし、その辺はね、もう私たちも十分100も承知の上でいるので、はい、あまりね、深く突っ込まないでください。お願いします。はい、はい、ということで、まあでもなんかこう、グッズを集めてきたというより、まあ自然にハマったのかなっていう感じかな。まあ、しほちゃん自体、やっぱ鬼滅はもうジャンプの方ではもう終わってしまっていて、ね。あ、そうですよね。終わっちゃったね、最近。終わっちゃってるので、やっぱりこう、熱がね、他の漫画の方に、行ってしまっていて、今はね、全然、こう、鬼滅グッズ、増やしてないというか、まあ、気まぐれでね、こう、見つけたら、買ったりとかしてるんですけど、ね。はい。なので、なんだろう、すっごい高いさ、フィギュアとか持ってるわけでもないし、ないね。そう、なんかこう、お菓子の食玩の景品っていうかさ、付録っていうかさ、うん、そういうのが多いし、ね。ね。こんな感じかな。あとガチャとか、あと何よりなんかいただいたものだよね、感謝したいのはね。確かに。ね、いろいろね、視聴者さんが、こう、すごい君のためにね、鬼滅グッズ送ってくださったりして。ね。はい。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ということで、どうしよう。ちょっと近くでさっと見ますが、こう全部映してると見づらいかな。まあでも本当ね、非公式のもの入ってるんで、その辺は皆さんちょっと、温かい目で見てください。まあこれね、炭治郎の羽織です。はい、羽織です。たまに着てたかな、以前はね。着てましたね。はい、で、プッチョ置いたの。プッチョも置きましたこれリミちゃんと一緒に買ったやつで、これゲーセンで撮った、多分これも非公式かな。そうですね、うん、この辺はね、もらいましたね。パパがこれマスク、ゲーセンで撮ったやつ。これマスクです、ゲーセンで撮ったの。なんかね、びっくりしたよね、撮れたって言ってね。うん。で、この辺ね、いただいたものとか、うん、これ、あれだね、取れちゃうと開けたやつ。で、これね、視聴者さんがね、ね、くれましたね。ありがとうございます。はい、こちらもいただきます。ね、いただきました。で、この辺が、購入品紹介したよね、これ。した、これ色紙開けましたね。ね。あ、そうだ、被んなくてよかったって思って。そうそうそう、被んなかった。
そちらもいただきました、ね、ありがとうございます。これは漫画について漫画の特装版のやつ、うんうんうん、これ12枚ぐらい入ってるんですよ。そうだよね。で、この辺このペイはいただいたんだよね。で、その炭治郎の日記は本屋さんで買いました、うん、そうだね、しおちゃんがこれ買ったやつで、この辺のビニールガチャ、これはガチャですね、全部 ね。で、このファイルもまあもらったものもあり、ガチャともらったガチャのものもあり、ママがあのイオンに並んで、あの頃は大変でしたまだこうコロナとかが蔓延してない時に並びました、ね、でもマスクとかね、すごいエロかった時だけどね。で、これがもうほんと鬼滅を好きになったばかりぐらいの時に買ったやつ、買ったよね、秋葉かなんかで買った、買ったわ、ね、買ったよね。で、これがパズルやりましたね。やりましたね。はい、秋は今行けば多分やばいと思う。やばいよ。他のアニメの方でキャッキャ。やばいキャッキャ。で、この辺もね、いただいたりして。これね、部屋に今飾ってるやつ。ガチャですね。これガチャだよね。ガチャ。で、この辺もショックガンかな。ね、こんにちは。で、この前一度いただきました。どれ？剣。ああ、そう。これね、いただいたやつ。で、この辺はもう、あ、これプッチョの消しゴムで、ガチャです、ね、この辺はガチャとか、まあ、この辺はね、もうラバーストラップとか、いろいろこう、この辺ぐちゃぐちゃになっちゃってるけど、こんな感じで、はい。写すと、まあ、缶バッジ。まあ、ゲーセンで撮ったり、ほんと、買ったり。グッズ買ってね、開封したり。これお菓子。これお菓子だよね。うん、ステッカー。これもお菓子。で、これも、これあれだよ、なんだっけ、なんだっけ、美味しいやつウェハース、そう、ウェハース、ウェハースに書いてたカードです。こんな感じでね、まあ、あともろもろです。あ、あった、ん、あった、あ、そっかそっか、これもね、お菓子ですね。お菓子じゃない、お菓子か、お菓子、お菓子、お菓子、こんな感じですね、さっと写すと、はい、こんな感じです。じゃじゃーんどうですか、こうやって見るとやっぱり結構あるね。結構あるか。うん。まあちょっとね、ここに全部、あ、剣忘れてたね。これしおちゃんがゲーセンで苦労して撮った一輪刀でーす。まあまあ、鬼滅見てないので、詳しくないです。すみません、いろいろと間違えてるかもしれないんですけど。67。うん、アニメの 67? 67巻。うん。あ、じゃあ、1から、8巻ぐらいまでかな。まあ、日輪刀でよろしいでしょうか。はい、日輪刀で。はい。よろしいです。なんか今、シーカー。シーカーストーン、シーカーストーンが映ってました。私、ゼルダ好きなんですよ。可愛くない？シーカーストーン。可愛い！別に鬼滅じゃないんで、ピッピー。今回はピッピーでございます。ゲームの話です。はーい、ということで、はい、今回はね、ちょっとこれで一旦動画をね、うん、締めたいと思いまーす。はい、ということで、うん、次回はファイリングです。はい、どうなるでしょうかね。どうなるでしょうかね、ということで、できる限り詰めてみましょうということでね、はい、次回もお楽しみに。バイバーイ。いや、プリパラだ、プリパラ時代を思い出して、ファイリングとか、ね、マジでね、うん、プリパラだよ。